Hello everybody, welcome back to OgoPower, I'm Ogo and this is Yakuza Like a Dragon. And in this episode, we are gonna start with a Bond level. Yo, Han Jungi. Hitori de nunden nara tsukiyau ze. Sou desu ka? Maa, toku ni kotowaru ryuu wa arimasen. Douzo. Sou ieba Kasuga-san. 一応お耳に入れておきたいことがあります。ん？何だよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか、偉人町にハン・ジュンギがいると聞きつけてきたようで。それって、why？ どういうことなんだい？まだ詳しい情報はありません。今はただ、不審なものがいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。自分の身が危ないかもしれねえって時に、俺らのことまで気遣ってくれてありがとうな。礼には及びません。謝らなければいけないのは厄介事を呼び込んだこちらですから。気にするなって。それが本当に厄介事かどうかはまだわからねえしね。優しい男ですね。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだい？確たる根拠はありませんが、人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃあんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう、彼らにしてみれば死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反順義じゃないって素直に影武者やめりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。Be yourself. 名前も顔も元のやつに戻しちゃよ。名前はともかく顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいい。けど油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。だが澄ました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください、照れますよ。褒めてねえって。Oh, that was a short one. You cannot change to enforcers too. I thought this would be a longer one. But knowing that, I would have put it in the last episode. But these are very unpredictable. I have two of them here around Hello Works, so let's just move there for now. Oh. Should I fully upgrade Kasuga? Nah, I don't need to be honest. So. Nakade up there? One second. ゲーセンやってかねえか。気晴らししたい気分なんだ。ゲームか。It's that one。ちょっと苦い思い出があるんだよね。ん？ルールに厳しい家だったから、ゲームは1日1時間を守らないといけなくて、1分でも超えるとゲーム機ごと青龍島で真っ二つっす。さすがハンピン・リューマンの家庭だ。ゲーム禁止にされちゃったんだけど、やっぱり遊びたいじゃない？
だから見つからないようにこっそり隠れて遊んでいたんだけど、ビジュアルメモリの電池が切れてピーってなってしまって。ドリームキャストをやってたのか。あれが人生最大の修羅場だったよ。かなり鍛えられた。で、何の話だっけ。いや、何でもない。先を急ごうぜ。Okay, that shouldn't be a problem. Kill one. Kill two.And one berserker is left. Ah. Oh yes, please. That's a lot. Oh. Oh. ぶっ殺してやるよ。見てくれ。さて。They're level 26? Well, they're Yakuza, so they expect a lot of punch against physical attacks. Or not?Not too long, and Number will be on level 5 as well. Oh. Hi. Hi. I think shops are maxed out at 20 or 30. I'm not entirely sure. Taka-san. Moment. Konna ore no tame ni. Hontou ni sumimasen deshita.俺を助けるために命張ってくれて感動しました。何いいってことよ。お前を見捨てることなんてできねえよ。ただ俺は何もできなかった。お前を助けてくれたのは春日さんだ。ちゃんと礼を言いな。春日さん、本当にありがとうございました。でもなんで会ったこともない俺のことを。さあな。
昔の自分に似たガキの前でカッコつけたかっただけかもな。なんてな。パープルカイザーのみんなだ。タカさん、すみません、俺たち何もできなくて。気にすんじゃねえよ。みんな無事に帰ってこれたんだ。それでいいだろう。That's why to see this. Definitely. 無事という割にはボロボロですけどね。春日さんもこんなに頭が爆発しちゃって。ちょっとお疲れ様でした。この頭は元々だ。使ってみ。分かって言ってんだろ。あ、バレました。I thought that they would say something like this. そうだ。みんなに伝えたいことがあるんだ。伝えたいこと？今日世話になったこちらの春日一番さんをパープルカイザーの名誉総長にしようと思う。アノラルレジデント？うわちょっと待て。俺はそんなこと。別に春日さんが名誉総長になったからって何かしてほしいってわけじゃねえ。ただ今俺たちがこうしていられるのは春日さんのおかげなんで。Okay. やっぱ迷惑っすかね。別に迷惑ってわけじゃねえけど。もちろん俺らとぶっこんでいきたいっていうなら大歓迎です。感謝も用意しますんで。いや、それは遠慮しておく。そうっすか。まあ、お飾りの名誉総長くらい。春日さん、おっしゃ、決まりだ。俺らの名誉総長は、okay. そして、Great. 総長は変わらずこのぶっこみのタカがやらせてもらうんで、よろしく。わThe heart is at the right place. Thank you for coming. こんなもんじゃ借りなんて。穴から借りなんてねえよ。What? 俺最後まで謙虚なんすね。決めました。俺カス。なんかあったらすぐ呼んでください。Okay. いつでもどこでも。そうか。まあなんかあったら。順平。もうヤクザの車と自分じゃねえぞ。はい、気をつけます。じゃあ、自分らはここらで。おう。げっ。Let's have a look at the new pound mate. 射程のために命、俺もちょっとはあの人に手や。まだまだだ。No conditions, I can call them anytime, okay. Oh, nice. Is that most expensive one so far? Interesting. Well, I guess. Who is it this time? Last word was Catherine-chan. Yo, you're doing it. Oh, Kasuga-san. This time, it was the Catherine-chan's show. It was a big deal. Yes, that's good. What are you doing today? You're not a bear, right? Yes, today is the girl. She's the Charlotte-chan. Oh, that's a pretty big bear.でしょ。毛並みもいいんですよ。春日さんも今日は触れ合っていってください。手を出すとお手をしてくれますよ。ほんと可愛いんです。もちろん特別な訓練を受けておりますので人に危害を加えることなんてありません。この子が小さかった頃からこの私が直々にトレーニングをしてきましたからね。それがなんか不安なんだよな。Hmm?
うしたの？お腹が空いてるのかな？そうかそうか、ちょうどご飯を持ってるから少し分けてあげるよ。はい、お食べ。へえ、手慣れたもんだな。でしょ、私くらいにもなると初対面の動物とだって分かり合えるんですよ、うん、ある意味外国語よりも動物語の方が簡単に思えちゃいますね。You're so funny. もっと食べたいの？あ、でももうダメだよ。栄養の取りすぎは逆に良くないからね。また今度おいで。No. こんな感じで飼育している動物だけじゃなくて、野良猫とか鳥とかよく寄ってくるんですよ。That cat was a...自分じゃ特に意識していないんですけど、私には親しみやすい何かがあるのかもしれませんね。ちなみに虎のシャルロットちゃんもあんたのところによく寄ってくるのか？ええ、シャルロットちゃんは遊びたい盛りなので、いつも私のところへ来ますよ。檻を越えてもか？いやいや、さすがに外には出しません。好奇心が旺盛なので、外に出したら興奮させちゃいますから、あくまで檻の中だけですね。もうだから今日はもうご飯はあげられないの。また今度って言ってるでしょ。やー、シャルロッタちゃんが檻の外に。シャルロッタちゃん、頼むから中に戻って。おい、相変わらず全然分かり合えてねえじゃん。カスカさん、お願いします。なんとかシャルロットちゃんを檻に戻してください。なんでまた俺なんだよ。それにあんた動物語簡単とか言ってたよな。ならそれでさっさと説得しろよ。んなことできるわけないでしょ。そもそも同じ人間たちだって言語の壁で悩んでるのに、種族を超えて意思疎通できたら、そらもう神ですよ。こいつ自分でも何を言ってるか分かってないんだろうな。やはりこうなったら力でね、お礼はしますから、お願いします。そうは言っても、くそ、結局。 Okay, I get Charlotte is a strong enough enemy. It's only 29? Okay. 来てみろ。外さないよ。Let's see if we can bleed it. Three to four more of these rounds and she's done. Yeah, and this will be the last round. Two hand?
さっさと俺に戻りな、シャルロットちゃん。すごい。シャルロットちゃんがおとなしく俺に戻った。シャルロットちゃん、結構人見知りなので、私以外の人にはあんまり懐かないんですよ。素晴らしいです。What's the next? An elephant? いや、Dragon? あんたに懐いてるようには全く見えなかったが。でも、これで大事にならずに済みました。これはお礼です。受けたく。逃げ出すのはこれっきりにしてくれよ。大丈夫ですよ。これからはもっと厳重に管理するようにしますから。Said something around the clamp last time too. それより、カスカさん、もう少しでシャルロットちゃんのショーが始まりますけど、見ていきませんか。お席。今日はちょっと疲れたし。そうですか。それではまた今度。一応聞くが、そいつは逃げ。それはご安心ください。あの子はうちの動物。そう。じゃあ俺は行くぜ。はい、ありがとう。やれやれ、今度は違う動物でショーをすると言ってたな。気が向いたら顔を出してみるか。 Yeah, well、 Oh, what is...先輩、あれ見ました？そこでやってるサーカスだ。ああ、見た見た。全然期待してなかったけど、案外面白かったよ。虎の玉乗りとか初めて見たわ。ただ、あの団長にはいまいち懐いてなかったな。最後の方なんて虎に無視されてたし。あのサーカス団、結構評判いいみたいだな。団長は相変わらずのようだ。まあ熊の時もそんな感じでしたよ。そろそろ終わるみたいですし、最後にもう一回くらい見ておきたいな。休憩行ってきます。おい、持ち場離れる時はショベルのエンジン切ってけっていつも言ってんだろ。すぐ戻るんで大丈夫ですよ。どうせろくに休憩時間ないんだし。たく愛想のねえ新人でね。まあいつものことですよ。それより俺らも休憩行きましょう。腹減っちゃいました。だな、カツ丼でも食いに行くか。そろそろサーカス終わるのか。後で俺も顔を出して。チェンプ、well, before I do that, I guess I will. You know what I could go here? And then eat at the tavern. Or I could go to here and maybe and eat along here somewhere. That sounds like a good idea. So I wanna do. Whoop, whoop, whoop. So do I.Oh, 700,000 yen? Not too bad. So, have I been eating here? I think so, but I'm not entirely sure. Yeah. That's a beef bowl. I think I was in Wet Kitchen already.Yes. ありがとうございました。There was something. この店じゃ恐竜の肉のハンバーガーでも出してんのか？バカ。食えば恐竜みたいに元気になるって意味だろ？違うわよ。恐竜も追いかけ回すほどの美味しさって意味よ。そりゃ考えすぎじゃねえか？ハンジュンギ、あんたはどう思う？巨大なハンバーガーの出現に恐竜が驚いたといったところでしょうか。なるほど、親切だな。確かにあのハンバーガーが現れたら驚くわね。よし、それで行こう。え、これ何の話？
Ah crap, I thought I could just run. Okay, that shouldn't be a problem. First. Okay, thank God. My God. And those Hakuid arms, how awesome! Yes. ありがとうございました。 I mean, my experience points is nice. Oh, could you please thank you? And I think I was already in Pocket Cafe too. いらっしゃいませ。 Yes. ありがとうございました。 Okay.Given all these choices, I guess I'd go with more experience points. いらっしゃいませ。 Like you, you, and you? いただきます。いただきます。ありがとうございました。 Right, I think it depends also on the combination. I should always get everything. Just to be safe. Turn to the north as well. So...Now let's see who's the next in the circus. I guess if you're watching this on Twitch, please stay a bit longer. And if you're watching this on YouTube, then thank you very much for watching. I'll be around with the next episode quite soon. And I hope you guys like what you've seen. And I hope you will tune in next time again. Bye bye.